パの方が大喜利で一番面白かったと言われる試合結果を残した方、一般の方とオールナイトニッポン2時間2人でやるというのはなかなか画期的で、かなりこう冒険ですけど、非常に面白い企画だなと思って出させていただきました。まあでもせっかくなんで、その方の例えばこう生い立ちであるとか、仕事何されてるんだとか、そういう仕事にまつわるお話であるとか、家族構成とか、その辺なんかも面白いかもわかりますね。あと一般の方が思うこの世界についてみたいなことがあるでしょうし、はい、でだからもしかしたらそんなことができるならということで、例えば吉本の若手の方とかどっかの、ね、事務所のお笑いの方なんかが応募するのも別にそれは禁止ではないですからね。はい、蓋開けてみたら普通にうちの後輩だったみたいなことがあるかもしれない、はい、後輩やったらいいですけど、先輩やったら三股またぞさん。まあ、政治は、まあ、政治は絶対に送ってこないと思う。可能性ないとは言い切れないですよね。まあ、また違いますから。その辺のこう2時間の不安みたいな。不安ありますよね。全然違いますからね。はい。芸人でも、ね、大喜利面白いけど喋りできない人がいるじゃない。いや、知らない。芸人じゃあんまりない感じ。芸人は皆さんできると思います。オールナイトニッポン始まって以来の放送事故、もう何秒もお届けするようなことにならないように頑張りたいと思いますけど、はい、女性の可能性もありますからね。そしたら何かこう、なんか進展あるかもちょっと期待してるとこは。でも。ラジオで言うと男性の方が面白いかなと思いますけど、まあでも女性の話そんなにガッツリ聞くことも普段ないので、女性でもまあ楽しいかなと思いますけどね。あんた口悪いそれは関係ないじゃないですか。それは美しい方がいいですけど。そうですね。はい。こんならこう性格も合うかもわかりませんし、そしたらこうね。あと今日取材の呼び込みリリースになんか重大発表するのが書いてあったんですけど、書いてたんですか。はい、俺この囲み取材があるって今日聞いたんですよ。はい、特にえ、マジですか。すみません、何もないですよ。このことを新婚結成っていうか、まあでも一般の方とオールナイトニッポンを2時間やるっていうのはすごい企画だと思いますからね。こんな思い切ったことすごいな、ラジオ日本放送さんと思いましたけど、はい、そうなんですよ。なんかこう重大なあれがあると思われますか。発表するのかっていう、え、あ、こんな重大発表がある。あ、そうなんですか。すみません、何にもないですね。どうしましょう、手ぶらで帰ってもらおうかな。はい、千原兄弟解散とかもないんですか。千原兄弟解散したって戸籍上千原兄弟です。解散しようないですよ。はい、スクープなんかスクープないで、いや俺のスクープ、俺な全くないですよね。皆さんに何か持って帰っていただきたいんですけど、何にもないです。今日もこの後終わり晩ご飯どうするって後輩と店決めてるぐらいですから、何にもないですね。スクープないですね。どう、なんかあったなぁ。何にもないですね。じゃあ写真撮られるようなこと。写真撮られるようなこと全くないです。申し訳ないですね。ああ、ちょっとまあおめでたいことなんですけど、タカアンドトシのタカさんねえ、俺今家で見てたんですよ。, 笑っていいと思う。ほっとねえ、うちの後輩がもう続々と、いやいいですね。どんなパターンなんですか。
いや、タカは僕そこまでむちゃくちゃ付き合う方じゃないんで、あれですけどね、もうあのままの優しいお父さんになるんじゃないですか、小本能が。後輩にちょっと抜かれてる。いやもうずっ、いやもうね、俺ずっと祝儀払ってるんですよ。この祝儀いつか帰ってくるのかなみたいな。ねえ、いやでもおめでたいことで、おめでとうございます。僕は記者さん。申し訳ないですね。あたってもうて、何にもないもん。はい、それでは以上をもちまして、囲み取材を終了させていただきます。内原さん、今日は長い時間どうもありがとうございました。ありがとうございました。すいません。